そうですね、今回はこの、ミンクのシャーリングのミンクのベージュのコードなんですけど、これをベストにしていきます。はい、それでは決めます。ですね、ベストに加工していきます。袖をまず、袖の裏地をこうバーッとね、ほどきます。バーッとほどいて、こんな状態になるんで、これをですね、こっち側はもう袖を切りました。ちょっとまるっきりこの袖の付け根を外さずに1センチぐらいずっと残しています。こういうふうにね。で、これでこう折って、この生地をここへ持ってくる。まあそういうふうになるんですが、ミシンがなければね、もうこのままこうつけて、まあちょうどミシンでね、バイアスをつけますんで、まあバイアスちょっとつけてみます。で、袖はですね、取った袖はこのように開いて、袖ですね、ちょっとね、袖口が変わった形状になってますけど、こんな風になってますね。まあこういうふうに、こんな袖やからちょっとキュッキュッとこうデザイン、こういうデザインにしてありますね。でそれがここですね、まあこれはベストには関係ないんですけど、はい、袖もこのように取って開いてみました。じゃあね、バイアスをつけて、ここにね、バイアスをつけて留めていきます。はい、バイアスをこのようにね、バイアスつけました。まあ普通でするにはもうこの方が断然しやすいので、このようにこう留めていきます。でここにこれをこう乗せるということですね。そうするとこう裏にちょっと毛が回って、まあ綺麗に見えますね。特にこの一番この脇の下なんかはこのままこうとね、こんな風になるんで、ちょっとそれを1センチほどつけておくとこういう風にね、なりますんでね。でまあ仕上がりが綺麗と。で脇こうきますんでね、このちょっとこの部分グッとこっちへ返ってますんでね。で、これ今バイアスつきましたが、バイアスつける前はこうなってますんで、だいたい1センチほど残して切るということになります。これである程度ね、印をつけてみました。でちょっとね、切りにくいですが、こんなふうにと切っていきます。あらかじめね、この袖の下はカーブが大きいので、ちょっと印を入れといた方が切りやすいですね。はい、切れました。これでね、袖両方取れたんで、
これでベストの大体の形がね、できました。こんな感じで。これがなくなりました。ベストは、袖をね、あとはまた、開いて、カオスがね、なんか折り返しになってたんですけど、これを開くと、そうね、こう、まあ、こんな感じなんで、これを開くと、こう開くと、先ほどの、こんな感じで。で、これをまた、いろいろと、他の、ものに加工できる。できますね。まあ、置いておきます。はい。それではですね、バイアスをつけたところを、今度は、止めていって、生地をつけたところ、まあ、そういうところ、見てもらいましょうか。はい、バイアスをつけてね、このように、ずっと止めました。で、止めた感じはこういうんだ。まだ裏地がこんなブカブカしてるんですけど、今度はですね、こっち側は、まあ、大体こんな風に止めていくというとこに赤い糸で、わかりますかね、赤い糸でしつけしました。これでも止めれば、まあ、止めると思うので塗っていけば、もうこれで、ブラジは、完了ですね。表から見るとこんな感じ、はい、ちょっとね、裏側にもあって、表からはこう綺麗に見えると。でこれね、まあ、大体こんな感じで仕上がりとしてはこんな感じ。こっちがまだできてもないけどね、こんな感じで。こうね、こう。はい、こんなふうなベストが出来上がりました。はい。以上、ベスト加工ですね。